皆さんこんにちは、 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり旅日記は金沢発金沢駅の乗車券、一筆書き乗車券の旅をご紹介したいと思います。この一筆書き乗車券、これはですね、 JR 切符の買い方のルールがありまして、同じ駅を2回通過しなければ1枚の切符で出発駅と到着駅、同じ駅で購入することが可能になっております。こういった買い方ができるのは JR 線に限られております。ですから第三セクターなど地方のですね、民間鉄道をまたぐ場合、この一筆書き乗車券の適用はありませんので注意が必要です。はい、ということで、金沢駅から乗り込みましたのは、名古屋行きの白鷺号でございます。でこれから僕はですね、米原、名古屋、静岡、山梨、長野、新潟、富山、石川、この順番で、一筆書き乗車を楽しんでみたいと思っております。はい、ということで早速ですね、米原駅の方へ到着いたしました。米原駅からは北陸本線、東海道線から乗り換えまして新幹線への乗り継ぎでございます。はい、エレベーターを上がりましてね、そして、新幹線の改札口を抜けて新幹線のホームへと向かいます。ちなみにですけども、名古屋金沢間の往復割引切符っていうのがございます。こちらはですね、往復でまとめて買いますと若干お安くなっておりまして、座席指定もついてくるということで大変お得な切符になっております。新幹線のホームにおりますと毎回僕ねここでね葛藤があるんですよね。はい、こちらですね、この立ち食いうどんなんですけどもね、このうどんのねお出汁のいい香りがね食欲をそそるんですけども、なかなかこの乗り継ぎの時間で食べる機会がありませんのでね、今回も我慢いたしました。で、乗り込みますのは東海道新幹線でございます。こちら3号車の方は自由席になっておりまして、3号車と2号車の間の3号車寄りですけども、こちらには喫煙ルームも完備しております。ですから、長距離の移動などではね、こちら、はい、こちらになりますね、この喫煙ルーム、これが大変重宝しますね。ちょっと小話なんですけども、北陸本線金沢エリアにおきましては保線区ではこの米原のことを米方っていうんですね。そして、反対側にですね、直江津の方のことを直方っていうふうにね呼んでおりましたね。はい、というのはね、ちょっと車窓にこの保線のね補修用車が映ったのでちょっと語ってみました。失礼いたしました。はい、で、列車は岐阜羽島駅へ到着し、ここで約5分程度でしょうか、後続の追い越しを受けた後、高層ビル群へ入ってまいります。こちらが名古屋駅でございます。で、僕はここの名古屋駅で新幹線を乗り換えまして静岡へ停車する新幹線へと乗り継ぎました。またこの新幹線も先ほどと同じ3号車自由席の方へと乗り込みます。で、そこから約35分ほど走ったところでうなぎの養殖、それからうなぎパイでも有名な、そして天下人となった徳川家康が居城とした浜松、浜松駅へと到着いたします。画面に映っておりますのは浜名湖ですね。そして浜名湖を抜けますとビル群に突入してまいります。ビル群が見えてまいりますとうなぎ料理と餃子の町浜松でございます。ランドマークタワーであるアクトシティを後にしまして目指しますは静岡駅でございます。約20分ほどで静岡駅へ到着。ここから8分の乗り合わせで特急ワイドビュー富士川に乗り換えます。で、富士川で向かいますのは途中駅である富士駅でございます。こちらの特急富士川号は富士駅までは東海道線で、富士駅からは進行方向が変わりまして身延線に入り込みます。で、身延線から富士の裾野、富士川沿いに北上しまして終着の甲府駅と向かうことになっております。使用します車両は373系、
373系という車両を用いておりまして、こちらには、普通自由席、が2両、そして、普通指定席が1両の計3両編成で運行されております。残念ながらですね、グリーン席というのは連結されておりません。それからシートですけども、自由席指定席とも同じシートを使ってございます。はい、こちら J チャンネル毎度おなじみの全面展望でございます。静岡駅を帝国通り出発いたしております。東海道本線静岡駅から上りは右手が太平洋、左手が富士山の眺望となっております。新幹線ですとね、防音壁の加減で富士山が頭の上しか見えなかったり、太平洋がですね、本当にもう水平線の彼方しか見えなかったりっていうことがあるんですが、そこはここ在来線東海道本線ですね、水平の位置から遠くを見渡せる景色も数多くありますのでね、かなり見応えがございます。はい、こちらがですね、進行方向右側太平洋側でございますね。で左側、はい、新幹線と追いかけっこというかね、あっさりと抜かれてしまいましたが、こちら100キロは出てるんですよね。なかなか軽快に飛ばしております。そして、走ること十数分、ちびまる子ちゃんで有名な清水の駅へ到着いたしました。そこからさらに十数分走りますと、富士川がありまして、でこれを抜けますとね、左手には富士山がねしっかりと見えてまいります。いや非常にね、まだ頭の上がね残雪が残っておりましてね、富士山らしい富士山でございました。そしてこの眺望を楽しみになって到着しましたのが富士駅でございます。こちらで昼食も兼ねまして、僕は途中下車をいたしました。全国的にも有名な富士市民に愛される下町の洋食屋さん明華堂さんへ向かいました。この明華堂さんに関しては味気候の方でですね、詳しくご紹介いたしますので、そちらの方も合わせてご覧いただければ幸いです。はい、このアーケードをねまっすぐ抜けていきますと、行き着く先に明華堂の看板が見えてまいります。明華堂でランチを済ませた後は隣町である富士宮へと向かいました。こちら富士宮というのは日蓮聖宗の総本山である大石寺があることでも知られております。そして僕が最初に向かったのは国の名勝そして天然記念物にも指定されている富士宮の白糸の滝と音止めの滝、こちらの方をね見物しに行ってまいりました。案内看板に従って歩いていきますと、お土産屋さんとかそれから B 級グルメで有名な富士宮焼きそばのお店、それからカフェテリアなどがございました。ね、ちょっと目を引いたのがですね、こちらなんですけどもね、マリモが売ってるんですよね。やっぱりこの水がきれいなところというのはやっぱりマリモお土産とかでよく売ってる傾向がありますよね。それから川魚などの料理をしているお店などもございまして、なかなかね、ここでね食事をしたり買い物をするっていう部分でも充実してるのではないかなって思います。はい、で、そこから数十メーター歩きますと、最初に見えてまいりましたのが音止めの滝でございます。こちらはですね、ちょっとですね体を乗り出さないとちょっと見づらいかなって思ったんですけどね、これカメラだけをねニョキッとこう手を突き出して撮ってまいったんですけども、はい、こちらがですね音止めの滝でございます。で続きましては白糸の滝、こちらはね130メーターぐらいでしょうかね、歩いていきますと、その白糸の滝の方に到着でございます。では早速下の方へ降りて間近まで行ってみたいと思います。でこちらから長い階段を下っていきますと踊り場のようなところがございまして撮影のポイントになります。
で先ほど眼下に見えておりました橋がこちら滝見橋というところですね。こちらも絶好の撮影スポットでございます。幅150メートルの湾曲した絶壁の前面にかかる白糸の滝は、本滝の一部を除いてはそのほとんどが富士山の湧き水でございます。またこちらね、綺麗な水にしか群生しないクレソンもその水の中に見ることができます。岩壁の間から白い剣士のように流れる様は、まさしく白糸の名にふさわしいですね。またこの滝から発生する霧ですね、こちらがね非常にマイナスイオンに包まれてとてもすがすがしい気持ちになります。はい、そして、こちらはですね川辺の方まで降りる階段があります。でそこからまた眺める景色もまた圧巻ですね。とても素晴らしい眺めでございます。富士宮の白糸の滝、こちらもですね四季折々の景色を楽しんでみたいものですよね。今度来る機会があれば、僕はそうですね紅葉のシーズンなんかにね来てみたいなって思いました。公共交通機関での白糸の滝へのアクセスは、富士宮駅を1時間に1本ずつバスが出ております。またレンタカーとマイカーで行かれる方は約そうですね25分から30分程度でしょうか、それぐらいの程度の時間で到着することができます。また白糸の滝の詳しい情報は説明欄に URL を貼り付けておきますので、そちらの方をご参照ください。マイナスイオンをたくさんいただいた後は、こちら白糸の滝を後にしまして、次の目的地へと向かうことにいたしました。次の目的地というのはですね、ここからそうですね車で約15分程度でしょうか、山あいの方へ入ったところにありますたぬき湖というところでございます。でこちらはですねたぬき湖、オートキャンプ場やキャンプ場なども完備しておりまして、まあ、大変ね、レジャーに、それから、釣りやボート、それからサイクリングなどもね充実しておりまして、手短に自然を満喫するそういうレジャーが楽しめる場所でございます。ちょっとこの日はですね、途中から雲行きが怪しくなってきましてね、少し肌寒かったんですけども、これは天気が良ければね最高のロケーションだなってそんな感じがいたしますね。はい、こちらがですねレンタサイクルでございます。大人用からそれから子供用の補助輪のついた自転車まで全て取り揃えてございました。はい、ここの売店で売ってましたソーダ水ですね。で傘がついておりましたのでね、百万さんもこれで記念撮影を撮りました。はい、こちらがですねたぬき湖でございます。ちょっと百万さんもねキラリと顔を覗かしております。たぬき湖で休憩を取った後は最後の目的地である富士ミルクランドへとやってまいりました。こちらのお目当てはですねふれあいパークというんですかね、動物とのふれあいをね楽しもうと思いまして、こちらの上ぐるりと回ってやってまいりました。そうしますとですね中に売店がありまして、富士にゆかりのある富士宮、この周辺にゆかりのあるお酒のコーナーもございました。はい、ということで、やってまいりました動物ふれあい広場。いやちょっとですね僕ねこれ車で行ったんですけども車から降りて開口一番くせって思わずねくせって言っちゃいましたね。いや相当ですねこの牧場の香りがね漂っておりましてね、かなりちょっと先生パンチを食らったような感じでございました。はい、で、こちらね中に入りまして、こちらで、ね、フレアイパークの方はですね入場無料ですので、
中に入りまして、そして、餌売り場っていうのがありましたのでね、これはやっぱりね餌あげなきゃならんじゃろっていうことで、餌を購入いたしました。購入して最初に向かいましたのが羊の小屋でございます。でね、餌のこのポリバケツの中にはですね、葉っぱとかですね、葉っぱっていうか、キャベツ、人参、それからお芋っていうのもございましたね。はい、もうこのね羊さんがですね、もう目をキラキラとさしてね、こっちをじーっと見てるんですよね。もうめちゃくちゃ可愛いんですよ。でね、もう舌なめずりしてですね、もう早くよこせと言わんばかりにね、こちらにねアピールしておりました。あ、もう一個あれ、はい、お食べ、はい、お食べ、はい、はい、満足ですな。あの葉っぱをあげてみようと思ったらね、匂い嗅いだだけで、はい、ダメなんですよね。ダメですか。これだけ食べないという。で、さらに気を取り直しまして、今度はキャベツを与えてみようと思いましてね。で、キャベツをこう差し出すんですね。そうしますと最初にちょっとにわかに反応して、ん？これは何じゃ？なんじゃっていう感じで匂いをくんかくんかした後に、あ、なんだ芋じゃねえのかよとね。で、今度もう注意がですね、僕のカメラの方にね向いちゃったんで、ちょっと危険を感じましてね、彼の元を離れることにしました。そして次にやってまいりましたのは、はい、今度はねロバですね。で、このロバくんがですね、またお利口さんでですね、この隣にありますこの人参っていうですね、このプラカードを鼻でツンとやってこうアピールするんですね。で、はい、人参をあげますとね、またこのつぶらな瞳でこっちを見るんですよね。このね、この垂れ目がねめちゃくちゃ可愛いですね。はい、でね、もうパク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 食べてね、はい、そしたらね、あのちっちゃい女の子もですね、餌をあげにねやってまいりました。はい、手食べられないようにね。続きましてはヤギのコーナーへやってまいりました。でね、この子たちはですね、また一人一人というかですね、一匹一匹個性的でしてね。で、先ほど拒否されたあの葉っぱまで食べていただきましてね、はい、で、もうこの時キャベツしか残ってなかったんですね。で、キャベツをこう出しますとね、もうみんなパク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 食べて気持ちいいぐらいにね平らげていただきました。で、この子たちですね、非常にお利口さんでしてね、はい、これ地面に落ちたやつはね決して食べないんですね。はい、この辺りはしつけがちゃんとなってるんですよね。はい、これですね、フィッとどっか行っちゃうんですね。なかなかお利口なヤギさんたちでした。はい、そしてそこからまたね、別のブースにいるヤギさんにもね、今度はね人参が一つ余ってたのでね、人参をね与えてみることにしました。こちらはですね、本当によく食べるんですよね。で、キャベツなどもねよく食べてくれるんですけども、まあなかなかねこのアピールがすごいですね。やっぱりこのヤギの世界でもこの競争なんですよね。はい、非常にこうアピールをしてましてね、まあできればね全ての子にね餌をあげたかったんですけども、うん、なかなかそういうわけにもいきませんで、はい、ちょっと目についた子にねあげておりました。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。